江戸川は関東地方を流れる一級河川。利根川水系の分流である。流路延長、59. 5 9 5トル流域面積約200平方キロメートル流域は茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の1と3県に及ぶ。利根川から江戸川へ分流する地点である、関宿分岐点付近の空中写真。 北西方向から南東方向へ流れる利根川本流から南方向へ江戸川が分流する。分流したすぐ下流の地点に関宿水門が設置されている。市川市河野台三丁目より市川橋方面、茨城県佐島郡五貨町と千葉県野田市の境界付近にある関宿分起点で利根川と分かれ、千葉県と埼玉県、東京都の境を南に向かう。 千葉県市川市付近で本流である江戸川と旧流路である旧江戸川に分かれる。現在の江戸川の再下流部は放水路として建設され、行徳稼働石を通り千葉県市川市で東京湾に注ぐ。1960年の河川法改正に伴い、この区間の名称が江戸川放水路から江戸川になったものの、依然として江戸川放水路と呼ばれることも多い。 現在でも天然ウナギが取れるほか、江戸川の川口付近は三番瀬など東京湾でも数少ない干潟が広がる地域でもあり、トビハゼの北限生息地となっている。気水性の希少なトンボであるヒヌマイトトンボの生息地の一つでもある。利根川から江戸川に流れる水は、石や土水門で水量を調整され、江戸川下流の住宅地が水害に遭いにくいようになっている。 江戸川は、北千葉道水路からの水を合わせて、首都圏の浄水道を支えている。しかし、江戸川が、比較的人口の多い地域を流れるため、水質が良いとは言えず、浄水場によっては、高度浄水処理を行っている。旧江戸川川口近くに位置する浦安市堀江の、清流神社内にある、堀江浄水氷の例は、ジェド川ウィピールの略である、YP と呼ばれ、川や江戸川、 霞ヶ浦、絹川、湖海川など利根川水系の河川を測量する際の基準面となっている。これは親とい外国人として招聘されたオランダギシリンドが明治5年に設置したものである。PYP0 メートルイコール TP-0.8402 メートルである。歌川広重、名所江戸百景河野台根川風景江戸川は、古くは太日川、 太と川と呼ばれる渡瀬川の下流部であり、言語か町元栗橋の西側を南下し、権ン堂川の河道を通り、古くの下宇佐国葛飾軍の中央を南流して、江戸湾へ注いでいた。太と川の西には同じく、江戸湾へ南流する棟川の旧河道が並行していた。さらしな日記、あずま鏡、吉常紀等に、太と川を渡った旨の記述が見られる。 徳川家康の江戸入府後、稲中寺、稲忠春らによる、利根川当選事業が始められた。江戸川に利根川の水が流れるようになり、1641年には、現在の江戸川上流部が人工水路として改作された。なお、江戸川下流部も人工水路であるという説もある。また、ゴン堂側から南流する旧富日川の一部は、庄内古川とされ、江戸川とは、 現在の埼玉県吉川市付近で合流した。1654年に赤堀川の改作が完成し、利根川の調子への放流が始まった。その結果、江戸川及び日立川は、東北地方や北関東からの物資を日沼と霞ヶ浦及び調子を経由して、江戸へと運ぶ水運の動脈となり、また川沿いには貸しが作られて賑わった。江戸川周辺からも、 野田の醤油、流れ山のみりんなどが産物として江戸に運ばれた。江戸へは現在の江戸川区東葛西で江戸川から西の進化は同じ川を通った。1890年に利根運河を改作し水路短縮が図られた。その後すぐに鉄道網が整備され水運は急速に衰退した。1919 19年に 川口部に江戸川放水路が開作された。1958年に東京都江戸川区の製紙工場から黒い排水が放流され、下流域の漁業に大きな損害を与える公害が発生した。1965年に江戸川放水路を江戸川と呼ぶことになり、元の流れは旧江戸川と呼ぶことになった。京成本線の江戸川橋梁付近の河川地域には、 1955年頃から地方出身者がバラック住宅を建てて住み始め、1969年時点で146戸、約400人が居住する大規模な集落ができていた。明らかな違法住宅であり、東京電力が電気を供給しなかったことから、住民が自前の発電、送電施設を設け、夕方から夜間にかけて電気を供給していた。 1969年1月、協梁直下の住宅で火災が発生して2人が死亡。線路の枕木に延焼して、京成電鉄が運休したことから、これを契機に建設省江戸川工事事務所が立ち退き、交渉を始めた。その後、集落は解消され河川敷として再整備され、1982年には小岩勝負園が開業したほか、 野球場などが整備されている。多くの大河川と同様に、江戸川もカスリーン台風通過時など過去に洪水をたびたび引き起こしており、堤防整備など治水工事が行われている。2018年には、1000年に一度クラスの集中豪雨で江戸川と荒川が同時に氾濫した場合、東京東部5区のほとんどが浸水するとの被害予想が公表された。 大規模な地震に伴う河川管理施設災害の非常緊急、復旧工事用や通常の陸上交通機関が長期間にわたり通行不能になると予想される際などに避難民の救援活動や一般被災地の復旧活動を目的とした施設として運用される。玉陽橋より下流を望む。下流より記載江戸川上流代より。 国土交通省関東地方整備局ホームページ。川上忍、江戸川は、下流域も、人口河川高まった付近の苦情納税も拒否される。朝日新聞昭和44年10月11日、夕刊、三班、十面、小岩勝武園。江戸川区ホームページ。2020年12月4日閲覧。過去の洪水被害国土交通省関東。 地方整備局江戸川河川事務所荒川、江戸川氾濫に備え4段階で避難呼びかけ東部5区、9時間前には、垂直指示、日本経済新聞長官2018年8月23日、緊急用河川時期、道路江戸川河川事務所ホームガス道環境、江戸川河川事務所ホームガス道環境埼玉県、県政ニュース、報道発表資料2018年度2018年8月、 三里流山橋有料道路事業の許可について、ありがとうございます。